ンバー。だからその手伝わせてくれよ。ナンバー、ナンバー。なんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか、悪え。また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いな、みんな。今日は俺の日だ。ったく、まとめてやってるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきた。成長？こういう風に合流するときは大なんだよ、その親、うん、私の番ですよ。やるんか、逃げてみるのか。おれおれ、セーラー。ああ、やってやるぞ。出てこなかった。なんや、俺の番だな。見せてやるよ。おれおれ、やめるな。俺の番か。俺は決めるよ。敵や。逃げてんのか。かかってきなさい。おい、来た。やってみんか。してみろ。なんや。雑魚が。やってんのか。痛い目に合わせますよ。やんのか。やめるな。もっとやれ。私が相手です。寝てんのか。2回目に合わせますよ。してみろ。はい、見てろよ。はい、受けたんと。やってみろ。ほら来いよ。やってやるよ。いい調子だ。逃げるなら今のうちだ。痛い目に合わせますよ。なんや、やってやるぞ。やってやる。食べに行きましょう。はい、うん、してみろ。ガンガンいっちゃうぜ。
とっておき。来てみろ。やってみろ。私が相手でしょ。でお返しや。ほら来いよ。壁に行きましょう。せーりゃ。逃げるなら今のうちだぞ。やめんなよ。痛い目に合わせますよ。やってみろ。かかってきなさい。ほら来いよ。見てろよ。はい、やるぞ。やってやるぞ。私が相手です。逃げるなら今のうちだぞ。やってやろう。やった。やってみろ。うらえ。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよ。なあ、ナンバー、あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、あ？こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか？ああ、
当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、随分上からじゃねえか。マジでマジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけどお前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。なあ。ええ、ね、春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだ。そいつが、あ、まあね、と言いつつ名前は聞いてない。教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。お久しぶりです、兄貴。ミツ、てめえ、ミツ。無事と言っていいもんか分かりませんが。どうしてたんだ、俺。お前、最近滅多には会えません。そうらしい。それでも俺は今も荒川組の。お前も長さんを助けたのは俺の独断で。じゃあ、俺と。え、荒川のおやすさんはその時には一人でも。これ以上はまミツ、また連絡。アンピン・リューマンはこれからどうなるんだ。春日君も結構酷なこと聞くね。まあうちの肉の壁はすっかり穴だらけ。オウミがそんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は、え、アンピン・リューマンにとってボスが誰か大きな問題じゃない。何わかるでしょ。ああ、でも今のもともと人をまとめんのは柄じゃない気して。ちょっと待てって。
一人は損失って今日まで狭けどそのお互いに背中それが納得いか仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど。お何が孫悲がハンピン・リューマンを束ねりゃアジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんた自分の部下春日君ってあんただからやでもまあ偉人清流会もかせいならあだが俺はこのあの人には今の俺らにならおおじゃこれかいいな。この店じゃ恐竜の。この店じゃ恐竜の肉の。バカ。違うわ。そりゃか。ハンジュンギ。巨大なハンバーガーの人といった。なるほど。確か。よし。え、これなんだ。いらっしゃいませ。いや、やっぱりシンプルな。そりゃ最近じゃあ最初は物珍しいラーメンならシンプル。ああ、それがうちの近所のラーメン。へえ。そのせいか定番の商客も離れて。目先の利益にとらわれ。なるほどな。だな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
登るのやつそわそわしてんな。まだか。登る？お。登る。また。他。はい。うわ、袋。寒いしな。お母さん。登る。ううん。ガスガさん。中で。ハッピーバースデー。もしもし、パパ、久しぶり。おい、てめえ何見てるんですか。だって見てんじゃねえよ、すげえ。よう。あ、あのね、お嬢ちゃん。あ、ありがとう。そうか。じゃあ、お、はい、募金か。本当に。それでは出発いたします。何見てるんですか。何見てんだよ。その貴様、喧嘩売ってもジロジロ見てる。痛い目に遭いたいんです。わうわうわうわ、ビビってんのか。壁に行きましょう。
腰が張るぜ。さあいいな。腰が張るぜ。しご用ですか？やりましたね。おめでとうございます。やりましたね。
ちらはご紹介できかねます。おめでとうございます。頑張ってください。調子いいぜ。ご用ですか？お疲れ様でした。いいな。腰が張るぜ。
タカさん、考え直してくださいよ。そうですよ、相手が悪すぎますって。うん、純平には悪いけど。バカ野郎、てめえらそんなあっさり純平を見捨てられんのかよ。確かに今回の件はヤクザが乗った車に運悪く追突しちまった純平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ。捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが。でも相手はヤクザですよ。下手したら俺らまで殺されますって。ヤクザだから何だってんだ。このパープルカイザーの代表、ぶっ込みのタカはヤクザなんてビビらねえ。いざとなりゃ近江連合の名前でも出して脅せば なんとかなんだろう。
そんな無…どちらまで行かれますか。そうですか、またよ。調子いいぜ。おい、ああ、片付けるかね。阿部に行きましょう。ほら来いよ。何が起きた。さあ来なさい。くらえ。来なよ。ほらやるぜ。見せてやるよ。やめるなよ。上がってきなさい。一応したら。任務完了。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。体調万全だぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい感じっしょ。調子いいぜ。最後の仕上げ、なかなかいい。あとちょっと。あ、いいな。
エリちゃんは何え？ええ、好きな子。本当女の子好きよ。うん、なる。え？まあ生まれや趣味を。ちなみに俺。はあ。口説き方フル。占いで口説くってと。パンダになっ。え？なん？噛み合わずぎ。そこ。体調万全だぜ。ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ。まあウサギを頼むのはこのまま放っておいても俺の悩みは。そりゃ楽観的す。いらっしゃいませ、うん、お客さん。ええ、ほれ一元なんて。ある小塚から幻の高級。ええ、ぜひともいただきたい。どうぞって。俺弁償する金なんか持ってない。金のことは謝ってからだ。あの客がいません。なぜです。いえ、ほう、それはゴッドダンディ。なんだ、それまでもレストランでも高級な。非常レジェンドモルトが飲めれば。書かなくて結構です。いいえ、あえて書かせていただきますよ。喧嘩を売ろう。そちらがレジェンドモルト。仕方ないな。うちのレジェンドモルトはその人以外には誰なんで。その昔自分の気持ちを伝え、その女性が一度でいいから飲んでみたいと言って。俺はレジェンドモルトだけど、いつまで経っても彼女は半年たち。うちのレジェンド、これでもまだうちのレジェンドモル。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな。ボトルの中身がばこれでいい。もうそんなもん。マスター、あのレジェンドモルト。慌てるなって。な、弁償金だ。分割？ああ、月々1万円でも5000円でもいいさ、うん、大きな。そうやって臨時。そうだな。作り話。惚れた客の。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか。この店を始めるとき拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだ。その度に手をな。こただの家。聞いてください。言わないのはダメだ。いや、ついつい。わかるだろ。でも。いや、だけどな。一番わかったよ。俺たちだけ。うん。
調子いいぜ。腰が張るぜ。ご用ですか？やりましたね。応援しています。ここをこうして、助けてくれ。なんだ？助けてくれ。なんだあいつ。仕方ねえ。助けてくれ。おい、大丈夫か？いや、あんたそこ別に俺みんなからは宝探し。まあ、それを取ろうとしたら確かに。例えば、へえ、これ一つで100万？
どうもこのゴミ捨て場はいろいろ掘り返してみる。おいおい心配いらねえよ。そうは言ったあんた。えそうか。それならそういえばあれんじゃあいつ。ありがとうございました。